はい、で、はい、おはようございます。おはようございます。シグマです。シグマです。じゃあ、ワンピース海賊部長、今日の収録は今日でさ、これで最後ってことだ。メインストーリーの第2章。2章か。これな。ドンクリークですね。ドンクリーク。やっていきましょう。投げんじゃねえの、ドンクリークって。ゾロ、ナミの3人は、航海の準備を整えるため、とある村に上陸する。その村で、勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るため、ウソップは発症られちゃうの。そうだね、ウソップ発症られ、かわいそう。俺すごい好きなのよ、ウソップのとこ。麦わらの海賊旗をウソップ海賊団、意気揚々と出航。またまた俺ウソップのが仲間にとかなるとかめっちゃ好きなのに。会場レストラン、いや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 、確かに。え、黒もついいじゃん、黒キャプテン黒って戦わないんですか。ジャンゴとか見たね。そうそうそう、ワンツージャンゴとキャプテン結構好きだったのに。ゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で、凄まじい蹴り技から赤足のゼフとして恐れられていた。赤足のゼフね、はい、そこで副領事を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが、空腹の者には海賊であっても食事を与えるという。そうですよね。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは固くなに拒否する。うん。子供の頃ゼフに命を救われたことのあるサンジは、その代恩に報いるため生涯レストランを守り抜くことを密かに誓っていたのだった。いや、そうなんですよ、サンジはね、めちゃくちゃゼフ大好きなんだよね。レストランに一人の海賊が現れた。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いるドン・クリークである。あ、そうだ、そうだ、これ最強だっけ。ミホークは、ミホークは別にイーストブルーにはいないから。いなかったっけ。いや、たまたまイーストブルーに来てたってやつは。あ、たまたま来ただけなんだ。あ、じゃあストーリーパート。お、すまん、水と飯をもらえないか。金ならある、いくらでもある。クリークの手下みたいなのが差し込まなかったっけ。うん、ほらよ、なんとか声優たつきさんだな。わかんない、初めて知った。飯の食い方だよ。元気になった瞬間、このザッパですこれ急に来るが。あ、そうだ、船だ。これキャンセルあるわ。なかったね。このレストランは俺たちがもらう。二客なけりゃおとなしく渡しやがれ。客に飯を食わせてやるのがコックだ。無言でやっちゃいますね。なるほどね。あいつらを怒らったら、俺雑用やめていいか。いいぞ。店を壊したことは帳消しにしてやる。なるほど、ね。壊したんだ。そうそうそう。こちらの人かな。はい。なるほどね。あ、これあれね、攻撃の直後にバツで全部キャンセルできる。よし、で、これで、あ、よーよー、メリー行き止まりか、行き止まり、わかりました。個人でナミいなかったんだっけ。あ、ナミいたって感じで、ナミがいるはずだ。あ、いや、離れてるか、一回一回、アーロンとかも言ってたかったっけ。が離れたんだっけ、あんまり覚えてねえわ。
失った今じゃ蹴り技の達人も、いやでも離れてた気がするな。メリーゴー見なかった気がする今日な。メリーゴー言えるよ、いた。ゴーイングメリーゴー、え、どっち、え、どっち。あったね。あれか。あとそれか。いや、危ねえ。むずいんだよな、これ。え？ああ、なるほど。イベント。あ、ま、毎回これなんだ。これだ。これだ。いや、毎回このスタイル。これいらないけどな。え？はあ、はあ、よし、あっちだ。サンジいるか。お、いいね。サンジの飛び倒すげえ。お、いいね。そう、店を守らなきゃいけないんだよ。持ってるんだね、こいつは。頑固だな、最初も。このアホ、アホっぷりだよ。何が断ること、断る。冷静に分析すんなよ。やばい。悪魔の実の能力者です。デューは能力者なの？いや。デューは普通のすごい怪物なんだよ、ね。足がすごいだけ。ロケット中の破壊、ロケット中特定のカメラまで仕込まれたボタンを押すと、ルフィ回転します。ああ、なるほどね。はいはい、ボタンを押すけどね。どうも。押す。そう。あん。ロケマストライク。来た。おい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、どうか、はい、はい、やべえ、今さ、はい、これか、いるな、はい、はい、はい、いいね、この範囲にしますね。で、そして、うん、本当だ。ひどいじゃない？待って。ああ、なるほど、これができるのか。で、力。で、浮いたね。ほい、中央にやったやつ。全然叩き、ああ、叩くわ。ほい。かわいいね。で敵振る？あ、引き絞りやすさの特定は左ステックの手前のその出ないく引っ張って力を貯めることができる。引っ張ってから左ステック離す。あー、なるほどね。捕まって、こうやって、お、なるほど。これもこうかな。お、はい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 。いいね、今回スムーズだよ。来た、レストラン。フォークでけえな。噂をすればミホークさんとなることだ。いや。なんだ。何が起きた。何が起きた。立木さんの声が。立木さんはあれだね、銀魂のマダオとかだね。あとはエヴァンゲリオンのシンジのお父さんの。あ、はいはい。怒り言動とかそういう役やってるね。あとナレーションとかもよくやってるよね。はいはい、大御所だね。じゃあ、うん、来た。ちっちゃーミホーク、かっこいい。あまりにも強そうが過ぎる。うわー、その件でこの船を割ったのかい。直にも。なるほど、
最強だ最強だ俺は最強の剣士ですね。そうなんだ。あの本当にこいつだけは最初から最後まで最強の剣士だ、ね、最強ね、ずっと最強の剣士、うん、暇なんだろう。90巻100巻ぐらいまで出てるけど、それになってもまだこいつは最強の剣士だね、うん、剣士の人最強、渋谷ずっと渋谷。この俺に歯を突き立てる勇気は己の心力か、はたまた無知なるゆえか。カルミの見そう、戦うの？オリンピさんだな、戦友は。おう、戦うんだ。俺はウサギを狩るのに全力を出すバカな獣とは正反対だ。俺の相手はその小刀で十分だと。人を破壊するのも大概でしょう。なんて凶暴な剣か。だが、銃な危険に強さなどない。おお、三刀流王子。おお、オッケー。何で世界。負け指ではなさそうだな。なんかある程度頑張ってくれてた。強いね。いや、いい HP の減り方、えぐ。あ、ちょ、やばいって。うん、死んじゃう、死んじゃう。射程範囲だ。あ、待って、それやばい。あ、これ無理なんだけど。小僧、名乗ってみよう。ドロヌアツロ、覚えておく。久しぶり。負け別法だな。レシピ削れたもんか。死んだもんか。三刀流王妃。で、世界。だ、あ、いい完全入った刀はね、刀ボボボボ全部俺のやつよ。もう最後の最後にこれじゃない、この剣を抜くんですよ。あ、来た、怖い。背中の傷は剣士の入る。かっけんな、マジで。じゃん、うわー、いやー、マジでかっこいい。ここ本当にかっこいいぞ。ろ、若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。ゾロ、我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。いや、いいね、このゾロを認めてるよね。世界を知り、日本は強くなれ、ドロノア。いやー、かっけ。幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける斧が心力差してこの剣を越えてみよう。いや、もう完全この俺を越えてみよう、ドロノア。うわー、いやー、これよ、素晴らしい。あ、来た。させたかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえと。めっちゃいいしね。お前が困るんだよな。俺はもう二度と負けないから。ああ、いいシーンだ。いつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けない。あ、普通にこのワンピースの名シーン見れるの楽しいな、この剣。難しいけど。いや、もう最高だよな、ゾロはシーン。また会いたいものだ。でもね、ゾロはやっぱなるべくしてルフィ来るようになってるよね。ねえ。さあ、クイック。邪魔が入ったが気にすんだ。さっさとレストラン船を乗っ取っちまえ。あの船ならば敵の目もごまかせる。無
ランドラインも恐れるに。全部写真戻りたいわけじゃない。また大秘宝への活路が開けるんだ。うわーやるぞー。もうやるぞー。向こうもやる気だ。燃えてきた。どこ？こっち進めるわけじゃないの。戻るのかな。あの？いいじゃね。これじゃないのかな。あれ戻れない。え？戻れないな。どこ？あ、こっちか。障害物。移動通りの障害物があります。超下線。はいはいはい。あ、移動するんだね。こうだ。なるほど。四角。四角い。左かな？右。随分豪華な船切ったんだな。捕まって降りると、はーい。あ、また来ました。あ、これ悩みタイプかな、また。いつも。いいよ。そんな別にいいよ。いいよ、ここ別に。これだ。これだ。はい、よかったね。はい、はい。はい、全然わかりませんけど、何が起こるんでしょうか。じゃあ。お。盾を持った敵は、あーの、どこまでだ。黄金のバザーかな。イーストブルー最強のバズーカ。こういうことね。最強。一番数が多かっただけじゃねえのか。バズーカ。海賊隊長、ドゥームタッシュの全消失。はい、なんですね。あ、あれに乗れたとかね。どうだ、右じゃない、あれか。あ、またあれなり避けるやつかな、黙って。おはいいのかな。あ、こういうイベントなのかな。合ってる、合ってる、合ってる、これ。あのでかいの邪魔だな。よし、どかすか。なるほど、引っ張ってどかして、なるほど。え、これが進めるようになるから、もう一回戻るんじゃないの。一旦戻っ、戻る、戻ってもらうの？こっち？戻って。ほら。あ、これだ。戻って、もう一回飛ぶと。すると、さっきのやつがなくなってるからここを進めると。なるほど。危ない。どういう物理スポンサー？ぶっ壊して、はいどう。え？あっちじゃね？これか。合わせですね。おお。はい。だ。お。はい、コック。飛んで。はい、そっち行って。こっち行って。どんな体感してるよ。瞬間し、あいたね、海賊隊長。クセがなんかに構つんだよね、足としか。ジェフはあれだよ、あの、サンジ助けるために自分らしかったと。じゃあ、クセとかに構つなかったっけ、足が、ジェフの足。足は、腕切ってんじゃなかったっけ。あ、なんかかも。
いや、あれ昔、サンジと一緒に遭難して、助けるために、サンジに飯渡して、自分は自分らしく食った。ほら。ちょっと待って。これだね。はい、え右試合したただいま。右。こっちじゃないじゃん。フェッチブランコ言うか。あ、俺足りなかった。タイミングがね、ちょっとシビアなんだよ。で、右見て、あ、まさか左見て、すぐやり直せるのはいいね。はい、ここです。オッケー、正しい。え、落ちた。おお、これが危ない。はい、ねえ、ね、ちょっとな、あ、なんか一定期待してね、同じところ。あ、違うな、なるほど、あれを壊さないといけないこと。いや、こっちはね、来たことないはず。まずは左から行って、こうや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 って、これを、なるほど。動かして、これで帰ったかな。帰ってきて、で、今度はまた、これでこっちと。と、ここにあれがあるので、四角で掴んで、避けて、掴んで避けて、はいはい。盾持ってるけど、そこまで強くはないね。うん、強くはない。盾持ってるだけだから。ただ言うな。範囲攻撃で殴るとかで。はい、オッケー。じゃあ成功。あ、あれね。ほい。来た。ほい。言えたか？足りないね。このタイミング難しいな、なんかやっぱ。難しいね、これ。あ、ちょっと早くて。これ？あ、ここやな。いいね。さあ、子供を蹴散らし、クリックでめっちゃ開け。ほら。おぉ。はい。はい、はい、はい。400人いくか。こっちか。オッケー。あ、クリック。高木は？え？右行って、どけて、どけて、あ、右、足右。もう一回右、避ける、避ける、左、そして右、めちゃくちゃ飛ぶね、こいつ。空飛んでるやん。ゴムとかやないんだ。空飛んでるってことは。ほら！おぉ、来た。チャース。はい、最後っすね。最後っすね。はい、そうだね。そうだね。そうだね。はい。うん、そうだね。おぉ、うん、うん、うん、はーい、強そうだな、はい、そうだね。さあ、ボス戦。
賊時代の頂点に立つんだ。ちょっと待て、海賊王になるのは俺が。小僧、なんか言ったか。遊びじゃねえんだぞ。あ、そうか、話せないんだ。とりあえず一発、一発ライフ、一発ライフ。あ、なるほどね。でこれな、おい、あったね、こんなおいけ。最高だよ。お、いいよ。あ、なるほどね。雑魚を蹴散らしてツッツッかわして、あー、その攻撃ね、はいはい、その攻撃をかわして、雑魚を蹴散らしてツッツッ。おー、やばい、めっちゃ上がる、連発。あー、もうやばいね。一回避けて近づくか。こんにちは。あー、危ない。一回これだけ散らした。一回ライフルで。いいね。マリック散らして。おぉ、ここかわし、あ、かわせないね、今の。かわして、このマリック。あ、単独1位。あー、あれ？これ、かわして。一回溜まったからライフル打って。いけ。はい、ドーン。出た、毒ガスだ、これ。ああ。おお、すげえ。ドーン。覚悟しろよ。あ、しろよ。この攻撃かわしい。あ、ちょ、なんか、ちょ、出会えるって。家族選手か？あ、ちょ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 、あ、いっちゃ、いや、強いって、お、一回やばいって、これ。いや、強い、危ない、危ない、それやばいっす。いやー、かわせないって、それ。敵強くない？強いね。いや、それ、かわせない、かわせない。いや、お前ら強くね？ちょ、お前ら強くね？死ぬ。もう回復できないか？違う、それ回復じゃない。回復しない、回復取れ、あっ、危ない、あー、回復した、危ねー。一回こいつら飛ばさないとさすがに無理、邪魔すぎる、それずるいって。よしよし、どういった、出てた、ミドルマシンガンは走ってかわしい、どういった、おぉ、あの、バグリ、ここでもう一回。よし、出た、いいよいいよ、ね、いやいや、もうちょいもうちょい。これで終わりだ。ああ。かわして、ライフル。いいね。止めだ。おめでとう。よーし。来た。むずいね、ボス戦。あ、聞かねえの？とどめ。お、本当にこいついろいろ武器持ってんな。すげえな。勝負あったな、金寿司小僧。いや、そうなんやろ。フィニッシュ。おお。やっぱゴムなんで。クリア。なるほど。いや、むずいね。いいね。でも普通にむずくて草。あいつらは？あ、来た。帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前。俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか？
あ、この有名店。なんだ知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ。あ、ちょっと箸折ったね。おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんなクソジジイ、てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞチビナス。クソ、このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ。おっさん。いや、いい人だな。もうパパ呼ます。待てよ。俺も行くよ。連れてけ。付き合おうじゃねえか。海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。俺は。俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんで。おい、サンジ、風邪ひくなよ。ああ、この引くつき再現してんのやばい。この目の引くつきとかがあるのすごい。長い間クソお世話になりました。いや、いいシーンだ。忘れません。クソ、誰が寂しいぞ父よ。バカ野郎どもが。男は黙って別れるもんだぜ。また会おうぜクソ野郎ども。いや、いいね、いいね、ワンピース、いい、いいシーンだよ。いや、これはね、でもね、ワンピース知らない人が見て面白いゲームだと思う。面白いよね。いや、みんなで見てほしい。そう、ちゃんとワンピースのね、ストーリーのいいとこを拾ってきてくれるから、ね、俺も分かってる、分かれるから。そうそう、ちゃんとね、いいとこを拾ってきてるから、ね、ありがたいですね。ウソップはいなくなったけど。ウソップね、すごい。ウソップいなかったの。俺、ウソップすごい好きなんだけどね、あそこ。うん、省かれたね。省かれたね。じゃあ、サンジしよう。ゴムゴムの大土。はいはいはい。はい。なるほど。いやー、素晴らしかったですね。というわけで、今回ここまでかな。じゃあ、今日の主役はここまでで、はい、お疲れ様でした。また次会いましょう。ああ、またやろう。また次。でも今日は食べてやろう。ワンピースっていい作品だね。いい作品だね。本当だ。このゲーム、あ、でも普通にね、ボスもね、程よく強くても多いし。うん。いや、あの、マジでワンピースがいい作品だった。割とそれにつしよう。そうだね。はい。はい、だけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次の収録でお会いしましょう。はい。お疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。回して。いやー、いいね、ワンピース。普通のワンピースがいい作品。